エマって何ですか？エマは何かを祈願するときや、願いが叶ったお礼として、神社に奉納するものです。おみくじとの相違点は、奉納するものという点で違います。古代、神様は神馬という馬に乗って人間世界にやってきたと考えられております。なお、神事においては生きた馬を献上していたそうです。一人一人が心を込めて願い事を書いてください。また、願い事が叶ったら必ずお礼参りをしましょう。願い事は縦書きと横書き、どちらで書けばいいのでしょうか？明確な決まりはありませんが、日本語ですので比較的多いのは縦書きですね。ただグローバル化が進んでいるため横書きでも結構ですよ。名前、生年月日、住所などどこまで書けばいいのでしょうか？神様にあなたを知ってもらう情報は名前と年齢ぐらいでいいと思います。ただ神様、仏様に誰が書いた願い事なのか分かっていただくには、できれば住所や生年月日まで書いた方がいいようです。名前はフルネームで書きましょう。個人情報が見えないように絵馬に貼る保護シールが用意されている神社やお寺もあるみたいですね。あ、これが絵馬の個人情報保護シールですね。ところで、ひぎ用具の指定はありますか？ほとんどの神社、お寺では絵馬を書くための場所と筆記用具が用意されていますので、それを使うのが一般的ですね。願い事の文章はどのように書けばいいのでしょうか？ますようにと書きましょう。感謝、願い、誓いの形式になっていればもっといいかと思います。お願い事が複数ある場合、どうすればいいですか？一つの絵馬に書いて大丈夫です。大丈夫ですが、願い事の内容ごとに分けた方がいいです。一つの絵馬に複数の願い事を書いても問題はないようですが、書きすぎるのは良くないですね。